山県立高校潜入調査チャンネル。今回潜入する高校は、主体的な学びと協働的な学びにより社会に貢献できる人材を育成している岡山県立津山東高等学校。それでは早速潜入調査してみましょう。津山東高校ってどんな学校なんですか？1948年創立で、普通科、食物調理科、看護科の3科があります。みんなとても明るく、夢実現に向けて勉強に部活動に励んでいます。そうなんだ。今日は私が案内しますね。最初は普通科。普通科は個々に応じたきめ細かい指導と行学における探究活動を通して主体的に学ぶ姿勢を身につけ、真の実現を目指しています。行学？地域をフィールドとした3年間の探究学習のことで、身近なテーマで課題発見・解決型学習を行い、グループで探究的・協働的に取り組み、プレゼン力・表現力を高めていくことができます。次は食物調理科。3年間で豊かな感性を養うとともに、地域に信頼される調理師を目指し、日々実習に取り組んでいます。国家試験免除で調理師免許が取得できるのが特徴で、岡山県の公立高校では津山東高校だけです。すごいですね。また様々な特別講座があり、テーブルコーディネート講座をはじめ、飴細工講座など独自の講座が用意されているのも特徴です。卒業後はホテルや割烹などで調理師として活躍したり、大学に進学して教員や管理栄養士として働いている人もいます。次は看護科。地域医療に貢献できる心豊かな看護師を目指し、日々勉強しています。主な特徴は、看護師になるための最短コースである看護科3年と専攻科2年の5年で看護師を目指せるところです。そうなんですね。看護の勉強とか病院実習って大変じゃないですか？大変ですが、熱心な先生方のご指導もあり、看護師になりたいという思いが強くなりました。また病院実習では地域の医療・福祉施設に赴いて実習を行ったので、より地域に根ざした看護師になりたいと思いました。最後の調査は先生にインタビューしてみよう。先生、津山東高校はどんな学校ですか？はい、とても前向きで主体的な生徒が多い学校です。生徒がそれぞれ目指すものに向かって日々努力をしており、実習などの校内の活動はもちろん、ボランティア活動など課外活動にも意欲的に取り組んでいます。また学校の一大イベント篠梅祭では、生徒会を中心に企画運営が行われ、生徒たちの個性あふれる企画や発表によって大変盛り上がります。本番だけではなく、準備などを通して主体性や実質性が感じられる一人一人が輝く学校行事です。さらに津山東高校は国際交流も盛んです。カナダのケローナ高校と姉妹校であり、カナダへの訪問と日本での受け入れを1年ごとに行い、オンラインでも交流をしています。これらの交流を通して、お互いの文化を理解し、国境を越えた絆を築いています。津山東高校の調査結果はこちら。主体的な学びと協働的な学びで社会に貢献する人材を育成。食物調理科では国家試験免除で調理師免許が取得できる。看護科では看護師になれる最短コース看護科3年と専攻科2年の5年で看護師を目指せる。前向きで主体的な生徒がたくさん。一大イベント東雲祭や国際交流など、生徒が輝ける場も充実。いかがでしたか？3つの異なる学科でそれぞれ生徒さんが夢に向かって頑張っている姿がとっても印象的だね。みんなの夢を教えて。私の夢は小学校の先生です。僕の将来の夢は画家です。僕の将来の夢は板前です。私の将来の夢は看護師です。津山東高校で一緒に学びましょう。待ってます。